メスターさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただいま、メスターです。はい、では皆さんお待たせしました。最終試合ゴス対マッチ見ていきましょう。よろしくお願いします。ユリアンボーキユリアンボーキユリアンボーキマリー、リキマリのユリアンとかいい。あ、ありましたね。ユリアンボーキっていうのはあれもかなりいい勝負ですか。まあ、かなりハイレベルな試合内容が見れると思いますけど、あっちね、ユリアンボーキ本職でナンバーワンボーキナンバーワンボーキはい、プレクーカーで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 ここ1年でね、かなり強くなってやっぱ硬くなりました。そうやってて行くとね、ちゃんと行くようになった。ああ。ちゃんと行けるようになった。腰のバランスが良くなったってことで、今結構腰が有利なんです。まあ昔はもうだいぶやってるんですけど、あ、この組み合わせですか。はい、ユリアンを。あ、ユリアンですか。週末少女も楽しみですけど、まあ、それでもユリアン使いでなるほどね、18分ぐらいでトイレが参加できるし、集まりだとか、あと技の選択もすごいいいので、はい、2人の組み合わせ対戦、まあ、もっとマッチ自体はよく対戦してるんで、お互いの手の内結構知った状態でやってるんだと思うんですよ。手の内はお互い知り尽くしてる状態で対戦してるってことですね。そうですね。変な分からん帽子みたいなのがあるんで、ちゃんと有名が発生してるところがないかと思います。まあ、まずはマッチが1本、1試合選手ですね。マッチさん、いつも遅れてくるイメージがあるんですか。ヒーローは遅れてくるみたいな感じで、まあ、初めちょっと忙しい、まあ、時間がちょっと落ちてくると思うんで、でもしっかり動けてますね。はい、まあ、ちょっと人を話してもらうので、ただ、クラックの時はよく分かんないんですけど、立ち回り基本的には同士が強くて、ね、はい、ユリアンの一発が強い。ただユリアンの芸術絡みに結構いろいろ抜け技が抜け抜いたり、足を抜けたりとか、片手が甘いと、はい、リバーサル百鬼で一段くらいの空中くらいで逃げれるっていう、はい、あえて食らうけど逃げる戦法っていうのがあります。竜巻でガリガリやられるのは結構めちゃくちゃ面白い。竜巻が強さとしても結局この辺の寄り合いになっちゃったりするんで、まあ、強さないか分かんないですから、竜巻までは完全に分かんないよ。分かんないと思うんですけど、めちゃさん分かりますか。僕は分かりますよ。男の必要がないので、あ、そこ、あ、全部でないそういうキャラを使わない。なるほど。困らないと、なかなか人ってやらないんですね。あ、そうですね。僕はあの、あれ、ちょっと何するかはい、家系統を作られる、あんなことは絶対しないんですけど、クラッククールも嫌なんで。あ、なるほど。でも、どうやってるんですけど、どうやったら勝手に取れました。勝手に取れたんですよ。ちょっと中間に入るのも欲しいんですね。まあ、そんなもんなんですよね。初めてやるようになって、あのね、飛び読んで、飛び役見てましたね。まあでもそ、ユリアン自体、そんなに横を見る必要っていうのは、そこまでないんですか。まあ、そんなことないでしょう。まあ、ビーチは長いから、あの距離は取りやすいけど、あの距離って、横のチラシが届くんで、チラシ1本はもう気にしながら、技を触れないっていう状況になってますね。ゴミですから、ね、もちろん、ちゃんと言葉があって相手の行動を読んだときにちゃんと最大の振り返しを決めるっていう、あ、まあ、意味はそうですか。結局読んでも、泣き込むことって分かんないじゃないですか。で、分かんないことに対してやっぱりちゃんとはそこを見続けるって難しいですよね。でも、ちゃんとやってくるんですよね。読まれちゃった時に、押しなくて絶対される。キッチンしてくる。しかもそれが痛いの。それがプレッシャーになって、行動できなくなっちゃうと、ダメなんですよ。そこへ行かないといけないってことですか。そこは
入ってられちゃうんだ。今当たらないですね。あれは作品版が今当たっちゃったんだよ。作品版のやつも毎日作品で変わるんだよ。あ、そうなんですか。どっちがどっちかちょっと忘れたんですけど、どっちかは渋谷タッチにして今の関係でワンピー側だと渋谷タッチで、ショッピー側だとサラダユータッチで、それが今度200メートル当たるんだろうって。最近この組み合わせなんですけど、イルヤツクのアールケーさんとおっしゃるじゃないですか。アーティはユッケルがかなりいけると。あ、まあ、合格戦赤ボロとか関係なく竜巻にも反撃できるし、でスタンスもやすいっていうことも、はい、でも赤ボロ、まあ、ここで7割が決まるぐらいで、スタンスもやすい、スペースをタックルできてとか、スタンスもやすい、まあまあそれはそれなんで、セティカットもかけれると。あそこしてるのボス1のマッチさんが2です。そもそもそもね、やっぱりボスの歌いも入ってるんですけど、やっぱり1回で死なないんで、そういうことでやっぱりちょっと待ちますね。その後すごい死ぬんだよ。ユリアがはまらないっていうのも、ちょっとユリアのきついところです。まあもちろんそれはあるんですけど、まあ、結局そういう手になれば強制的に読み合いできるんですけど、そこに読み合いができるんですけど、タックが減りますね。一発痛いですね。クレーバッキングぐらいしか感じが入らないので、当ててもねっていう感じだと思いますね。タックルがね、雑誌のリフトだとリフト結構できないんですよね。まあ、今やビロちゃんは結構強制的に止まった感じですかね。後ろの足を読んでっていう感じ。ちょっと遅かったと。いや、後ろ足を読んで前に張ったんですけど、前足を踏んで裏に行く。裏でその足だって手形が入る。なんか最近はタックルを、はい、まあ、中距離から遠距離戦でタックル、お願いタックルじゃないですか。あれを普通のノーマル投げて返すっていうのが流行ってるらしいんですよね。でかいキャラは、何もない広いキャラは結構やりやすいところですけど、何もない広いキャラはキャラは低いとか目も当てられない見たのですか。そうか、そういう話っぽいでしょ。クラスさんの違いがなんと、ここのユリアンはちょっといやらしいですよね。一回踏み越えちゃえばっていうのはある。立てるっていうのはあるんですけど、まあ普通みたいなんですが、飛べないけど、そこ飛べないよね。もうあれだけあるもんね。あれだけじゃ勘弁してますね。壁にこういう風に入ると足を基本的に出せないんですよ。壁に入力してもらってきますので、その壁がなかった時に限界しちゃうんですよ。あの場合、そのダラクリアをワンプロサイズまで抜けるっていうことも一応できる。できるんじゃないですかね。ワンプロサイズは多分難しいですよね。本当に絡むんですよ。そこまで行って続くじゃないですか。
なんだろう、前田氏に助けてくれたかちょっとわかんないけど、ゲージを食べるのを少ししづらいからなんですよ、相手が。ゲージが、動じて足が長いじゃないですか。そうすると、まあ、なかなか取れないんですよね、ゲージは。これは地味ですね。まあ、一応取れたんじゃないですけど、自動的には。マッチ5ですね。5対1マッチ5で取り返しています。マッチとかも面倒くさくなって、決して速さが落ちちゃうと結構、動きが回らないように、やっぱり打たないっていう、結構、純粋な指導戦をやってるんで、あれ、つまらないよね。マッチだと、ユニバースに入ってるっていうのもあるとは思うんですけど、そう、トレットは乗ってるんですよ。優勝者のブロッキング撮影からとか、立ち合いの林っていうのが、的確で、大きなお手本のような。すごいことにならない行動を取り続けてるんですよ。ボタンを押してないですよね。これさっきの利用をしてるけど、ゲージ的にね、ユリアはもう7割くらい溜まってれば、はい、即死あるんですけど、1個溜まってなくて即死、1個溜まってなくて、なんかあったような気がする。逃げつけばあるんだ。ジリになっちゃいましたね、今は。
ちゃんという技を感じました。そうだね、リンガ合わせするしかないですよね。あれが入るんですね、股関節がつながるんですけど、やはり、このコンビなんで、頼めるようになったのかな。ユニオンは難しいですね、コンビの精度とかも。返せないんじゃないですか。だって今ウェイジスがダメってことは返らないですよ。マッチ7の墓地が1ですか。タックルが非常にブローったときに、はい、もう一回前
前入れて、はい、投げがみんな隠れてる。隠れません。隠れないですか。あれ隠れないんですか。ミヤマが打撃を出すからそういうことができるわけなので、まあ、前提というか、まあ、こういうことができます。ネットかけると思ってます。上かけるとして、ゼロかけるとなんかここまでかけるかけるこっちが行くしかないですね。ここでそこまで全部読めてんだぞ、ね、これがボスって感じですね。ここでさあ上に行きますよ。ボス3マッチ7ですね。アイドルが来てますよ。来れますね。あれは今だと思うよくありますけど、さかぐらこれちょっと分からないですけど、シャバクラっていうほどでも直接潰すしかなくなるんですよ。なんか足払いを当てに行くんですよ。そこに足がされて、キャッキーとかっていうのが可能ですよね。で、やっぱりその、完全にクロールって別に痛い技を単発でやるんですよ。うわー、気になるんですよ。回避がかかると、やっぱり足が崩れるので、そのままの足が全部入れてなくなっちゃったりするんだよね。しかし、前の足が全然沈めようとしたんだよね。それは上がるんですね、それは。マッチを取り出してもらえたらいいですね。強みもあると思うんですけど、強みもあると思うんですけど、外径を食べてっちゃったじゃないですか。ヒットストップをしちゃうんで、普段より強く長くなっちゃうんですよ。おっと、そこでも狙うようですね。6段あるんで、波動からだと今、7段になるんですけど、中心がね、絶対に動くんですよね、ブロックで。一応、理論上で言えば、ちょっと取れるんじゃないですかね。あ、でもね、同士が多分取れないんですよ、完全に。ずれてれば取れるんですよ。元の練習を止めましたね、マッチ。マッチ、マッチが変わりました。さっきまでは攻撃で出してきた感じだったんですけど、この試合というか、ここ、今の直前3試合ぐらいは、ちょっと上回りの前をやって、僕が練習をしたところをマッチが止めたっていう感じですね。前3試合は
りの、ちょっと高い。ちょっとやっぱり、クールプレーとか、かなりそうだったんですけど、これも延長してくるというか、すべて攻略配置の動画って、やっぱり、これで9本です。リーチになりましたが、9対3です。マッチポイント。途中で負けてる試合のような流れでぐちゃぐちゃにされるのが大体なので、まあ、ちょっとあの瞬間すごい嫌だったんですけど、まあ、今日は流れよく勝てました。ありがとうございます。はい、それでは本日の10詐欺ガチンコバトル配信3組するでしょう。